さあ、キッド君の物語もおそらくこれが最後でしょう。よくこんな硬いとこで寝れるな、こいつ。どこでも寝れるタイプやな。同時進行で動いているシックスちゃんが今どのあたりにいるかっていうのがちょっとわからないんですけれども、最後に確認したん靴の海を渡ってるところやったよな。あっこってどの辺やったっけな。そんなに先の話じゃなかったと思うけど。お、ノーもいる。明かりで照らしたら反応する。あ、そういうわけじゃないか。常にあのポーズ。あれ、いやいや、下にもいるやん。あ、逃げてしまった。さっきあんなに打ち解けたのにな。まあいいや、先進みましょう。よいしょ、痛い。本か、本多いな、この物語。誰が読んでんねやろな、この本。管理人がおったところにも本あったけど。あれ？これこっちも行けへん？え？こっちも行ける。こっちも行けるし、こっちも行けるよね。え、どうしよう。どっちから行こうかな。まあ、困ったら左から行けって偉い人が言ってたから左からにするか。その前にちょっと段取らして。なんか、書庫みたいな。いっぱいあるね、このマップ。これ上暴れるな。意味ないか。じゃあ行きましょうか。左から。行きましょう。レディーゾー。あれ、なんかここ見覚えあるな。ここシックスちゃんで来えへんかったっけ。あれ、写真飾られてる。写真とか飾るタイプなんや。額縁に入れて。あれ、行き止まりか。行き止まりやな。レディーゾー。左右にレディーゾー。なんでこんな自分をモチーフにした像を飾ってるの。自分のことめっちゃ好きなんかな。これは？これもレディ？なんかちょっと雰囲気違うけどな。以前の私なんかな。あ、ここにも写真が。どんだけ飾んねん、自分の写真。自分のこと大好きなんやろうな。一瞬見えたけど、先ここ右に行ったところにも写真飾ってなかった。ほら。飾りすぎやろ。像もある。飾りすぎ、作りすぎたんかな。3つでお願いしますって言ったら30できたとかかな。じゃあ、まあ先進んでいいんかな。どんだけ等間隔に設置されてんねや。こっちはドアあるけど脳もおらんから開けられへんよね。ここ暗暗すぎて何も見えへん。あれ？瓶ない？瓶置いてるよね。で、こっちか。おーおおおお、ちょ、嘘でしょ。おるやん。まあでもそうか、さっき一緒にエレベーターで登ってきたもんな。おるやんはむしろ向こうのセリフかもしれへんな。君どうやって来たの、ここまでみたいな。いや、ちょっといるなら言うてほしかったな。レディー注意の看板立てといてほしかったな。ここか。この辺りからじゃあちょっと慎重に行こう。これ何してんねやろな。まあ、この人でも割れた鏡の前で自分を見つめ直す作業。あ、鍵あるな。鍵あるけど今は取りに行くの無理やな。あたしオルゴール。あたしオルゴールが回っている。もしかして自分で作ったんかな、あの像とかも。なんか人形、これもしかしたらレディが作ってるのかもしれへんな。というわけで、はい。切り抜けてきましたが。うわぁ、なんやここ。でかっ。3階建てか。とりあえず1階から見ていき、あー、ちょっと飲む。あー、いなくなった。くそ。この裏におらんとおかしいのに。
ここは？これなんや？ああ、なんか人形が割れてんのかな？ちょっと他のやつよりもサイズが大きい。レディー像。かっこ中。進めないですね。まあ、後でいいか。わからんとこは後回しにしていこう。次は次。じゃあ2階上がって、2階の、うわ、でっかい写真飾られてる。写真で見たらなんか美人やのにな、レディ。本人めちゃくちゃ怖いけど。白すぎんねん、本人。ライトを当てすぎている。こっち行くかな。お、あからさまに言わないねんけど。なあ、絶対に言わないやん、これ。これ取ったら絶対にあれパーンって開くやん。いや、設置しなさい、設置しなさい。パーンって開くとこまでは予想できたけど、まさか天井下がってくるとは。向き変わってもうた。めっちゃ急いだら、めっちゃ急いでも無理か。潰れる、潰れる。はい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 。これはあかんな。あ、1階にあったやつかな。1階にあった、なんか上の高いところに設置されてた割れてるやつ。あれをなんとかして持ってくることができれば。か？これ。届かんよなぁ、でも。これも別に乗れるわけじゃないし。なんか、あるかな。踏んだら実は、こう、あ、まあ、後回しでいいか。とりあえず他に探索できる場所なくなってからでええわ。あと、キッド君走り回ってると疲れるタイプやから。シックスちゃんってどんだけ走っても決して疲れることなかったと思うねんけど。やっぱあの子、無尽蔵やったんやな、いろいろ。ここだけ手すりがないのが少し気になる。じゃあ、2階の右側、左側はなんか代わりになりそうなものがあったら、今なんかここに誰かおれんかった？ちょっと、あかん。ん？ノームかな？なんかノームにしては人型っぽかったけど。まあいいか。なんもないな。じゃあ、はしご。このはしご左右に移動するタイプのはしごやな。あれ？あれ？上に上がれない。このはしご、なんか、歯車型っぽいねんけど、これ左右に動かせたりとかする？あ、するするする。そういうことか。この辺に移動させれば、よし。で、上側から、ここを経由して、で、え、でも何もなくない？あれ、掴めるかな？いや、掴んだところで別に向こう側に行きたいわけでも何でもないねんな。あ、持てる。ほ。え、あの本になんかあるんかな？ちょっと一回確認します。降ります。ここ飛び降りたら痛いよな、絶対な。キッドもそんな、ちょっとキッド、キッズ大丈夫か、キッド。ごめん、そんなつもりじゃなかったん。これか。でもさすがにこれはあそこの代わりになれへんもんな。どっか収納できるかな。っていうわけでもないよな。え、でもこの本何の意味もなくそんな手に入るかな。まあいいか、後に回すか。ここも。わかんねえ。次や次。3階行くぞ。で、そこのはしご登って3階へ。こ
この建物3階に行くためには絶対にはしご登らなあかんってこと？あー、なんかあれか、そうか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 、これも横にずらしていって、3階何あれ、あれは一体ん？なんか目がたくさん、スイッチ一つ。あー、ここレディの横の鍵いるっぽいな。はい、おー、あ、あーは、あー、ん、こうして、こうして、あー、意味が分かった。こうするとこれが上に動きますよと。これでどうだ。あ、いい感じじゃないか。これこのまま回していったら、いた、全部閉じたよ。それで、え、あ、なんかスイッチある。このスイッチを押すと、なんと2階へ。え、で帰ってきたけど、でこの3つの目は閉じさせたでしょ。あれ、ここなんか登られへん、ん、もう関係ないよってことか。あとは、あとはこれ、ん、え、あれ、あ、開いた、なんで、あ、え、ライト、あ、ライトで目を、あー、なんか近づいたら勝手にライトが目照らしてくれたんか。それでか。なるほど。ラッキー。なんか知らんけど。うわ、なんか首がない人形が、首がない人形の中自分の人形だけ思いっきり首やんの、めっちゃムカつくな。なんやねん、レディ。お前なんやねん。あ、こっちにはない。なんやねん。柵が不安定やん。うわー、絵がすごい。全体的に趣味が悪い絵の。なんか、あー、でもなんかこれあれか、飯食いまくってたお客さんのイラストが多いな。絵師やねんな。なんで首がないんや、全体的に。ん？これは？はい、はい。どんな髪型やねん。うん、ん、あ、なんや、なんや、え、え、どういうこと、どういうこと。ちょっと待って、これ、リセットボタンやったわけじゃないな。1、2、3、4、さっき5個目を押したら全部消えた。あー、押せるボタンが5個だけってことか。これはライトで照らしても意味は、あー、勝手に照らしてくれへんから関係ないな。押せるボタンが5個だけってことか。ここに答えが書いてあるよってことじゃない？ここにある写真の絵を向こう側でスイッチで押せってことかな？すっごいいっぱいあるから覚えるの嫌なんですけど。こいつはいるな。こいついる。
こいつもおる。んでからこいつもおる。で、こいつもおるな。ラスト一人、ラスト一人。あ、こいつおる、こいつおる。こいつおる。これでどう？いたか？いたな？よし。で？うわ、なんかレディーいそうやな。お供え？あ、瓶あるやん。なぜこんなとこに供えられてんのか知らんけど、このリンゴ持っていくんかな。これリンゴか。そして雨漏りがとんでもないんだけど、雨漏りっていうか配管に穴開いてんのか。出れへん。出れない。なんやねん。じゃあいいよ。お地蔵さんやったんかこれ。もしかして、象じゃなかったんか？あ、これか。うい、あぶねえ。びっくりした。オッケー、隙をついていけってことやな。今や。やばい、やばい、危ない。あれ？あー、まずいですよ、これは。危ねえ。向こう向いてる筋にこうで、ちょっと大丈夫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 。石が強いから。キッド君は石が強いので石なんてにならない。これで持って帰っていったらいいってことかな。これ帰りになったらすごい石の石だらけの中に実は本物のレディーが混じってて、アロハってなったりせえへん？まあ、でもそうなった場合積むもんな。し、帰りはこれで帰ったら楽だよってことか。ありがてえな、配慮行き届いてんな。あ、分かってしまった、そういうことか。これはあれか、これか。あれ、ちょっと待って。え、ちょっと待って。これ三角じゃない？置く場所、これ四角形じゃない？ほら、いや、これ違うわ、設置できへんわ。え、この、今日気づいてよかった、置く前に。この三角形どうするんや。なんかあるとしたら一階の右下のなんか。そういえば一階の右下なんかはめ込めるとこあったな。ちょっと持って行ってみようか。三角やったかな？なんか地面にくぼみなかった？さっきちらって見たとき。ほら、丸。そこ多分丸やと思う。ああ、三角あるな。おお。丸と？これ四角か。わかりづらいけど。これ四角や。向き。なあ、向き。じゃああと二ついるってことか。一つ四角はもう場所わかってるけど。あと一個どこやろ？てか何をどう考えたってここやろ。ここか。上何もなかったしな。この本が絶対なんか関係してんのよな。これここにはまらん？はまるわ。あ、なるほど。これってこれと色同じじゃない？ここじゃない？オッケー。
なんかあと抜けてるとこ。これか。これは？ちょっともう、総当たりでいこう。そこ？そこか？違うのか？どこや？あー、ここや。あー、はい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 、合ってる合ってる合ってる。あの本、あの背景の模様丸かったから。こっちや。で、ここ。あと、あれ？あ、もういいの？ん？ん？なんか変わった？これ困るよな。何かが作動したっぽいねんけども、何が起きたかわからん状況の時。え？何も変わってなくない？あ、いや、ちょっと待って。今更やけど、本棚がもしかしてちょっと傾いてないか。あの本棚押せるんじゃない？飛び降りたら痛いもんな。ゆっくりな。慎重にな。うわ、危ない！よかったー。キッド君の身体能力に欠けてよかった。最後。これ、ずれてない？あー、ずれてるわ。オッケーオッケーオッケー。きっとここに。あったー。これは？これ、あ、四角形や。四角形？四角形二つあるな。こいつが偽物？一回ちょっと、これ下にセットしてみようか。これを下にセットして、もし何の動きもなかったら多分これ偽物やから、なんかちょっと、作りが、チャチい気がする。これ、木作りじゃない？だって、木彫りの、レディーじゃない。ウッドレディーじゃない。これでまあ、普通にそのまま作動したらええねんけど、その場合、2階の左側なんやねんって話になってくるけど。ああ、やっぱり、そういうことか。違う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 。何事もチャレンジしてみるのはいいことやと思うけど。チャレンジャブル、キッドくん。とりあえずじゃあ2階の、左側の、お！これはもしかしてこれが作動したことによってレディが、時間を聞いて、移動した。こっち来るってわけじゃないよな。ここ、これと入れ替えられへんか。こいつの方がやっぱり艶やかやな。陶器でできてるな。これで、どう？ああ、よし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 。そういうことやね、やっぱり。で、これが本物やから、これを1階の下に。ちょっとこれ、設置したらレディの様子見に行こう。もしレディがいなくなってたら、その隙に鍵をもらえば3階の左側に行ける。どうやろうな、今の、時報みたいなボーンって音を聞いてレディがどっかに行ったんじゃないかという読みなんで、違います違います、大丈夫です。いちいち試さんで。よーしよしよしよし、ええぞ。いい読み。おや？明かりが消えてしまった。ん？あれかな、さっき、図書室のところにもおった。なんか人型のやつ、人型のやつ。おぉ？なんや？レディー、おらんよね。おぉ！なんか仮面つけてる。弱っ。めちゃ弱っ。あ、来た。嘘！強い！なるほどな。敵なんや。新たなる敵やな。無駄無駄、危ない危ない。あ、くそ！つえ！なるほど。よう見たら ライト避けてんねんな、こいつら。ライト避けてっから、危ない！ライト避ける動きするから、ういういうい。
倒しながら。めんどくさ。でもメタな話すると多分この鍵持ってる間ライト使えなくなるから襲ってくることはないんちゃうかな、帰り3階に行くまで。結構強いなあの敵。あ、いるけど襲ってくることはないと信じて。いるなぁ。何あれ、あの仮面の者たち、仮面図。よし、なんかこの先もうめっちゃ普通に敵として出てきそうやな。あいつらめんどくさいな。開けます。